皆さんこんにちは、ミュージックラボピアニストのねじまりさです。いつも動画ご視聴いただきましてありがとうございます。この度9月6日にこちらじゃじゃん、はい、新しい CD リリースいたしました。ということでですね、この CD は私ピアノソロとそしてビオラの岩月玲子さんと一緒に作らせていただきました。ほとんどですね、YouTube ライブで演奏してきた曲、そして YouTube ライブの中で皆さんと一緒に作った曲、そういったものが収録されております。全部で11曲、元気が出る曲と、そして新メイトできされる曲と、そんな2タイプの曲がいろいろと入っておりますので、約50分ぐらいですね、ゆったり聴いていただくと、何かこう新しい世界が見えてくるんじゃないかなという、そんな CD に仕上がりました。まずはですね、1曲目、今流れているのがマイブラックという曲ですが、こちらのマイブラック、私の車が黒いからこのマイブラックという曲を作りました。黒い車でどこへでも行こうというね、そんなこうワクワクドキドキハラハラする、そんなですね、こう一つの思い出を作っていく、その前段階の自分がアクセルを踏む時のそんな気持ちを曲にしています。そして2曲目、こちらは皆さんもしかしたらご存知ないかもしれないんですが、圏央道というですね、高速が私住んでいるつくば市のところには通っておりまして、成田からつくばを通って、そして茅ヶ崎、神奈川県茅ヶ崎まで行くという、まあ、ちょっとこう外側をぐるっと回っているようなそんな高速道路になるんですけれども、結構ね、暗いところとか通るんですよ。片側一車線ずつなので、誰もね、人がいない時とか時間帯によっては本当にシーンとしている、そんなですね、ちょっと寂しい、怖い、そんな高速道路なんですね。なので、そんなですね、高速道路片側車線ずつ私一人で走ってます。たまに前に車がいたり抜かしてみたり、そしてまた一人になってみたり、そんなですね、ちょっとこうドキドキするような、そんな深夜の圏央道を走っている自分の気持ちを曲にしてみました。まだまだたくさんの曲あるんですけれども、なんといっても今回ですね、一押しなのはツッチーの受難という曲になっております。ツッチーの受難、はい、ツッチー、こちらですね。こちらはね、こうこんなおもちゃになっているんですが、そのおもちゃになっているんですけれども、土の子ツッチーということで YouTube ライブの中ではもう大人気のね、キャラクターになりまして、一緒に YouTube ライブ盛り上げてくれているそんなキャラクターなんですけれども、こちらのツッチーがどうしていつもお笑いキャラとしてやられてしまうのかっていうですね、そんなことを私なりに物語を作ったそんな曲となっております。ハードボイルド土ということで、ハードボイルドに決めているこうかっこいいリズムなんだけれども、でもなんだかちょっと哀愁がある、そんな曲になっております。曲中には土のこの音、土の歌声ですね、土の歌声も収録されておりますので、どこに収録されているかなっていうのをぜひ、ね、チェックしながら聴いていただきたいなと思います。ということで、私のニューアルバムストーリーボリューム2、こちらなんですけれども、皆さんお手に取っていただきまして、笑って泣いてそんな風に、ね、楽しんでいただけたら幸いでございます。ご購入は概要欄にリンクを貼っておきますので、そちらクリックいただければご購入可能となっております。特典映像がありますので、ご購入の方ぜひ特典映像も楽しんでいただけたらなというふうに思っております。それではこちらのストーリーボリューム2、皆さんお楽しみください。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。